ニュースです。トレパク騒動で人気アイドルグッズが一部販売中止。6人組男性アイドルグループパンダドラゴン運営の DD が2022年10月17日既存イラストに酷似したデザインだと指摘が寄せられた一部グッズについて販売を中止すると公式サイトで発表した。当該グッズはメンバーのタイバさんが制作に関与していた。同社は販売中止の理由を参考という域を超えたデザインだと確認できたと説明。本人も事実と認め関係者やファンに対して謝罪している。